最高のスタイルアップ治療、それはお腹の脂肪吸引と胸の脂肪注入ですね。ビアンカクリニックの斉賀です。胸をね、大きくしたいっていうご相談すごくいただきます。でも胸を大きくしただけで果たして理想のスタイルって本当に手に入りますか？例えばですね、お腹がポヨンとした状態で胸を大きくするだけでは、周りから見たファーストインプレッションっていうのは太ったっていうのが正直なところだと思います。この写真を見てください。胸のサイズとしては1から 1.5 カップぐらいの変化。ただお腹周りがね、すごくスッキリしていることで、こう上半身全体のイメージっていうのがすごく変わったと思います。だからこの治療の組み合わせっていうのをすごくお勧めしてるんですね。しかし巷では胸への脂肪注入の時には足から取るっていうのをお勧めされる先生がすごく多いです。それは何でか。一つはですね、そもそもお腹の脂肪吸引量が足りないっていう方ですね。そういう方はお腹と他の部位を組み合わせるっていうことで解決できることがあります。もう一つ、実はそもそもドクター自身がお腹の脂肪吸引ができないっていう可能性があります。脂肪吸引の中でお腹っていうのはね、すごく難しい部位なんですよね。だからあんまり手を出したがらないんです。だからお腹じゃなくて足から取りましょうっていうご提案をされることがすごく多いです。でもそれはね、もったいないです。もしお腹に少し取れる量があるよという方は、もう一緒にね、ぜひやっていただけると、もう1回で理想のボディっていうのは手に入りますので、一度ご相談ください。いつでもカウンセリングはお待ちしています。先生、はい、質問なんですけども、はいはい、脂肪を取るじゃないですか、はい、胸の大きさとかでその上限があると思うんですけど、ありますね、余ったりしたらどうするんですか？あ、いい質問ですね。確かにある程度脂肪が取れる方っていうのは、もう胸への脂肪注入っていうのはだいたい250から 300cc 片胸ですね、でも決まってるので、それで残った分っていうのは大抵はね、捨てちゃうんですよ。ただ1回で1カップから 1.5 カップぐらいしか上げられないので、何回もね、繰り返す、だいたい2回から3回ぐらいまでは繰り返せるんですよね。でそこでね、脂肪を捨てちゃうとすごくもったいないので、一応ね、冷凍保存ということも可能です、うん、なのでもしそういったご希望がある方はぜひ教えてください。あともう1つもあるんですけども、はい、脂肪注入の他にシリコンパックも包丁であると思うんですけども、はい、そちらを組み合わせることって可能なんですか？もちろんですね。より1回で大きくしたいという方は、シリコンバッグの方がやっぱり大きさは出ます。でさらに脂肪をこう周りにこう巻いて自然に見せるっていうテクニックもあるんですよね。ハイブリッド包丁と呼んでますけれども、そういったことも可能です。ただ、中には人工物はやっぱり使いたくない、抵抗感あるよっていう方は結構いらっしゃいますので、そういう方はもう自分の脂肪だけでスタイルを作るっていうことが可能ですから、それはどちらでもできます。ありがとうございます。この動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。